春空手5万人の代表白鳥大樹、国技名体の威信を背負う小判総建茶、いよいよ第一ラウンド。頑張れよ。さあ今第一ラウンド2分が始まりました。まずは両者相手の出方を見ようということでしょうか。静かな立ち上がりです。周りを詰めるのはマッコーバン君、大輔が返す。キックの応酬です。まさにこれはキックとキックの対決。しかしどちらもかわしております。この両者のキックの応酬です。開始15秒からいきなり蹴りの応酬。しかし互いに間合いを見切り、ヒットさせないハイレベルな攻防。さあここでタイストンがコーナーに攻めて前に出る。ラッシュを仕掛けます。ラッシュを仕掛ける。ハイキックから上段の蹴り見せています。回収ペースだぞ。さあ今度は両者リングの中央、間合いを図る。押されたコーバン君、押してるタイストン。さあ乱る、コーバン君が乱る。足を取る。これがムエタイの本領。しかしここでブレイク。抜群の反射神経で大樹の左回し蹴りを受け止めたコーバン。その後左の拳を放つも惜しくも空を切った。一つムエタイの特徴はカウンター攻撃です。コーバン君はあえて相手の出方を慎重に伺っています。仕掛けるのは大樹君か。大樹君の左、しかしこれはコーバン君冷静に切っています。今度はお互いに前蹴りから、そして左、はい、両者の蹴りがぶつかり合います。まさにキックを制した者がこの試合を制す。トレーナーの予言通り両者蹴りの応酬になりました。さあお互いの見合いから大樹君膝ドロー。そこで大樹君が出た。コーナーに追い詰める。終了目前、一気に出した。さあ果たしてコーナー君押し返せるか。追い詰める追い詰める。回し蹴りから若干大樹君が押しているか。しかしここまで有効だと言われるものは両者ありません。さあ果たして、おっとこれ第1ラウンドが終了です。2分間終了。大樹が慌てちゃうからもうちょっとよく狙って一発で決めると思う。やろう。相手の動きを見てカウンターだ。もっと気合を入れろ。絶対勝てるぞ。一進一退の攻防が続いた第1ラウンド。両者これといったクリーンヒットはなく互角の戦い。極真空手 VS ムエタイラウンド2。第1ラウンドはあえて相手の様子を見た両者。果たして第2ラウンドどうなるでしょう。後半から右、体重の左。大樹は下段から上段への連続蹴り。しかし浅いか。さあ今の大樹君の連続の蹴りがポイントになっているかどうか。どうでしょう。さあ両者一歩も譲らない。コーバン君も真っ向から切り返します。大樹君のロー、そして前へ。こんな前蹴りからコーバン君仕掛けてローです。大樹君の下段、そしてお互い相打ちになった。右左のローパンチを返していく。コーバン君左のパンチ、ストレートを出してきた。コーバン君ローから、ローから見る。膝開いた。まだどちらもはっきりとした有効打はありません。今度は詰めるのはどちらか。おっと後ろ回し蹴り大樹君。しかし交番君は完全に見切っています。この辺りの冷静ささすがです。そして大樹君の前蹴り、殺された。殺された。ラッシュです。大樹君のラッシュだ。大樹君優勢か。交番君も巻き返せるか。コーナーに追い詰められる。今度は前を取ります。を返します。今度はお互い持ち合うような形になった。コーバン君は冷静にその真髄ともいるカウンターを狙っています。大樹君の前蹴り顔面、そしてコーバン君返す。さあ今度は空を切ってここで第2ラウンド終了です。前蹴り入るね。第2ラウンドは少し大樹君が押しましたが、ものの見事な鮮やかなクリーンヒットはありませんでした。さあ最終ラウンド、どちらかに一発が出れば判定は大きく傾くでしょう。第2ラウンド優勢に試合を進めた大樹だが、その顔には疲労の色がにじみ出る。一方押され気味の交番、最終ラウンド巻き返しなるか。空手 VS ムエタイ、いよいよ勝負の第3ラウンド。
いよいよ最終第3ラウンド、残された時間は2分です。ここまで両者とも決定打はありません。一発出した方が勝利を手にすることになります。大志くんが回り込んでいく。ローを出していく。お互いにローの打ち合いになった。コロロー、そして2ローは相打ちです。大志くんが今度は前蹴りから詰めていく。ローポを背にした小判くん、ローを打った。そしてまだミドル、突き合いになった、突き合いになった。マンツー打者になる、マンツー打者になる。さあここまで試合を優位に進めていた大志くん、試合を決定づける一打が欲しいところです。しかしそれは小判くんも同じ。果たしてどちらが切れるのか、これは全くこの段階では分かりません。大志ミドルも、ミドル、おっと出た、大志くんの回転と回し蹴り。レフリーはおっとスタンディングダウンを取った。初めてのダウンを取った。コーバン君が蹴りを出してきたところ、一瞬の隙をついてカウンターの胴回し蹴りが見事炸裂。勝負の行方を決定づける大きな一撃。さあ残り時間わずか。コーバン君はここで挽回しなければいけない。果たして仕掛けられるかどうか。コーバン君持ち返す。さあここで試合終了。壮絶な3ラウンドが終わりました。極真空手 VS ムエタイ判定結果、勝者は極真空手白鳥太一くん。しかし敗れたとはいえ、コーバン君も実によく戦いました。そして今両者健闘たたえ合い、がっちりと握手です。大きな握手が沸き起こりました。どうだった？試せなかったっていうけど、めちゃめちゃ出してたぜ。相手はどうだ、強かった？コリーの視点はちょっと甘かった。あと結構食らっても落ち着いてたよね、相手ね。極真空手 VS ムエタイ、今回は極真空手の勝利。コーバン君、極真と対決してみてどうだった？本当に強かったです。強い。空手やってみないか？まだムエタイはやります。ムエタイが好きだから。なるほどね。それぞれ道は違うが、目指すは世界チャンピオン。コーバン君もさらに強くなることだろう。二人は世界の舞台で再戦することを約束した。よし、タイジの武者修行はまだまだ続く。浴びせ蹴りだっけあれは、あれ決めんのってなかなかできないよ、僕は男なのにキャーって言っちゃう。